さらさらと流れる小川のそばに木造校舎がありました。これは徳島県の池田町にあった旧下野呂内小学校です。ここは徳島県三好市池田町です。池田町から国道32号を北へ6キロほど進み、今度は西に方向を変えて野呂内口から県道6号を愛来谷川に沿って4キロほど山奥へと入ります。そこが下野呂内というところです。下野呂内小学校は道路のすぐ下にありました。色あせたオレンジ色の屋根のかなり古い木造校舎です。3棟の校舎があり、運動場に面した校舎はよく目立ちます。この校舎は講堂のようです。奥にあるのが学舎でした。二棟あって間は中庭になっているようです。流れている川は愛来谷川で、学校はまるで河川敷に立っているかのように川のそばにありました。以前台風で大被害を受けたことがあると、近くの住人は顔を曇らせます。しかしそれがなければ、なんと風情のある風景でしょうか。時は変わり、初秋の下野呂内を訪れました。下野呂内小学校も秋の装い、もうすぐ稲刈りです。山村の醸し出す気だるいような情景の中で、木造校舎はひっそりと佇んでいます。講堂のもとには創立100年の記念碑がありました。昭和59年3月となっています。昭和59年から100年遡れば明治16年、下野呂内小学校は明治16年に創立した学校でした。そして平成17年に閉校となっています。こちらの学舎はなぜか黒い板が打ち付けられ、草木に覆われて暗いイメージです。反対側の校舎には掲示板がありました。そして差し掛け屋根が奥へと続いています。こちらの校舎には職員室があったようです。同じく黒い板が貼られています。反対側から見ると
少し明るく開けて見えました。学舎の方は3つ教室があったのではないでしょうか。中庭には大きなもみじの木があります。この木は現役の時からあったのでしょう。平成17年に休校となった下野路内小学校ですが、平成3年頃の児童数はわずか5名だったようで、児童数の少ない期間が長かったようです。しかし昭和の全盛期には100人を超える児童がいただろうことは容易に想像できます。この行動で卒業証書を受け巣立った人たちは大勢いるのです。下野路内小学校の校歌です。下野路内の黒山のお山の杉の間から、チロチロ光る谷の水、谷は東に流れていって果ては世界に続くのだ。チロチロ光る谷の水が集まって小川となって流れる愛くるし谷川。この小川は四国霊場雲辺寺のふもとからチロチロと流れ出すのです。三度訪れた夏の下野路内、思わぬ光景へと変貌していました。きれいに整備され生き生きとしている下野路内小学校。平成30年4月28日、旧下野路内小学校は新しい施設に生まれ変わっていました。とても明るくなりました。この前とは打って変わりました。もうこの姿は見られませんが、新しい試みが持続することに期待します。チロチロ光る谷の水が東に向かって流れ出し、果ては世界に続くという愛くるし谷川のほとりに立つ旧下野路内小学校は新しい出発を始めたのです。